エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、日照ジャンネルの上本です。飯田です。はい、今回新しいゲスト、木村さんお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は木村さんから双日の話をお伺いできるということなんですが、入ってますでしょうか？はい。はい、よろしくお願いします。双日というと、総合商社、大手というところ、結構みんなイメージあると思うんですけど、今回初年収チャンネル。初じゃないですかね。一般的なところから話を聞いていきたいんですが、双日って何の会社ですかっていうのをまずちょっとざっくり聞いてっていいですか？大枠としては総合商社という枠で、いろんな多岐にわたるような業界に事業を展開していると。大きくは事業投資と、まあ、トレーディングと2つでやっておって、この辺のところは他の商社さんと同じような、よく年収チャンネルも出ていただいた伊藤忠さんだったりとか、はい、住塩さんだったり丸紅さんだったりみたいなところと変わらないっちゃ変わらないってことですよね、はい、世の中5大商社だ、7大商社だ、3大だとかね、いろいろあるじゃないですか、双日さんってどこに入るんですか？そういう意味ではですね、はい、7大商社という7大に入るんですか？5大には入んないですか？はい、残念ながら僕の認識、双日さん5番目6番目を争ってるぐらいな気持ちなんですけど、どうですか？そうですね、あのイメージでは確かにそうご理解いただけるような方もいらっしゃるんですけど、実際には5大商社さんプラス豊通さん、で7大商社っていうのが、まあ、一般的な見方ですね。豊通さんと双日さんだったら会社規模ってどっちが大きいですか？かなりやはりトヨタグループの系列と全然違うまた商社ってことで、ビジネス領域が違うので、あ、そうなんですね。そういう意味ではちょっと比較にならない部分あるんですが、似たり寄ったりっていうような事業規模です。ヒエラルキーとしてはどう見てるんですか、双日側として？とですね、まあ対等かな。対等、ぐっちゃぐちゃっていいっすよ。いやいや負けねえなと。そう双日さんとしてライバル意識を持ってるのはトヨツーさんなんですか？トヨツーさんが同じような事業規模っていうことは皆さん認識はされてると思います。ただあの元々ですね、創立したのは日照祝いと日面という会社が合併してできている会社ですので、もともとはまさに三井物産、三井商事さんに並ぶような会社だったという自負を持たれている方は多いと思います。それって今なお現役で当時の合併組が中にいるんですか？います。じゃあもうその人たちは、俺たちは歴史のあるところは合併してでけんだぞと、ヒートで実は目を覚ませよっていうふうに若手は思ってる。その通りです。今はそんな規模じゃないぞと。創立さん、総合商社のやってることってあんまりどこも変わらないんじゃないかなとかって思うんですけど、よく話で聞くのはその事業投資の範囲だったりとか、トレーディングの範囲、どこに注力してるかみたいなのが違うとかって聞くことがあるんですけど、双日さんってそこはどうなんですか？おっしゃる通りですね、基本的には変わらないものなんですが、双日の中でも伝統的に強いのはあのボーイング社の代理店をやっていたりということで、まあ航空機関系、あとは今のまあ社長も自動車出身ということで自動車なんかも強いような領域になりますね。ただ、まあ、事業の収益構造としてはやはり資源がそれなりに稼いでいて、でまた非資源で積み上げていると、そんなような構成で大きくは変わらないですね。どこに注力するのがいいんですか？なんか結構伊藤忠さんとかが注力してる分野が当たって爆伸びしたイメージが結構あって、まさにそうですね。これまでのところでは非資源っていうところがここ10年でガーッと伸びてきたと思うので、次の非資源に当たるようなところにいかに注力できるか。ちなみにそれ商社の人から見ると次の非資源とかってここら辺だよねみたいなのってなんかあるんですか？なかなか難しいとは思うんですけども、私が感じていたのはやはりインターネットをベースとしたテクノロジーのところでいかにこう既存の領域と融合させていくかというところですね。テクノロジーと商社って確かにあんまりなんかイメージが湧かないですけど、結構そういう取り組みってあるんですか？私が入社する前だとは思うんですが、結構インターネットがガーッと伸びた時にそれなりに他の商社さんも含めてそこには事業投資をしてきたんですね。ただそこはもうインターネットバブルでほとんど失敗してて、まあ、その失敗したっていう経験がかなり頭に皆さんあるかなとは思ってますね。じゃあどちらかというと事業投資としての分野でインターネット分野とかっていうのに注力する必要があるんじゃない？そうですね、はい、事業投資をしてそれを自らの既存事業にいかにつなげていくかというところですね。三菱商事とか、まあ、他の商事さんでも、まあ、さっきおっしゃってた航空機だとか自動車やってらっしゃるじゃないですか。例えばこう双日に入ったからこそなんかできるものとか、逆に三菱商事はここできないよみたいなものとかってあったりするんですか？ビジネスセグメントという意味では、正直そこまで変わらないかというのが私の認識ですね。一方で例えば三菱商事さんでは10人でやっているものを双日だと3人でやっているとか、はいはいはい、あとは多々ってですね、それでは裁量権は比較的大きくなるかなと
プロジェクト規模みたいな観点でいくとやっぱり大手の方が大きくはなるんですか、はい、そうですね、そこは資本力に比例すると思います。総実さんのその事業投資とトレーディングとっていうところあったと思うんですけど、多分商社見てる人だったらそれ何のことかって分かると思うんですよ。ちょっと事業投資とトレーディングってそれぞれ何なのかっていうのって簡単に教えていただけますか。これ完全に別々に分かれているわけではなくて、基本的な考え方はトレーディングの中で積み上げたビジネス関係をより強固にするために事業投資をして、その既存の領域もなおかつ事業投資としても収益を稼いでいくっていう、うん、そんなビジネスモデルです。なのでトレーディングっていうのが基本的には古くからあるこの商社の輸出ビジネスだったり輸入ビジネスの仲介みたいなところっていうのをやりますっていうのがトレーディングってことですよね、はい、でそれでトレーディングの売り先なのか買い先なのかっていうのに対して投資をしていくんですか。その通りです。それ何の投資するんですか。これはですね、単純にお金を出資するっていう話もありますし、もっと具体的に言うと、この輸出入をしている中で、例えばこれまでは支払い条件を3ヶ月にしてたのを1ヶ月にして、うん、まあ、そのキャッシュフローを改善させるっていうことも一つの事業投資に入るかなと思います。イメージだと投資をしてその事業をまたグロースさせてそこから収益を得るみたいなイメージを持ってる人も多いと思うんですけど、結構それはあるんですか。ありますね。事業投資をした後は場合によってはその事業投資をした後管轄するような部署もあったりとかして、うんうんうん、まさにグロースをさせていくっていうところが一番重要になります。商社がだったりとか総実さんが事業投資をすることによって事業グロースするっていうまでのなんかそこのストーリーっていうのがどういうストーリーなんだろうっていうのは結構気になるんですけど、商社だからみたいなそういう理由って何かあったりするんですか。分かりやすいところでいくと、やっぱり世界に拠点を持ってますので、うん、例えば日本のメーカーさんに投資をしたとしたら海外展開のご支援をする、もしくは海外の企業に投資をしたら日本での展開を支援するというようなことが、まあ、非常に分かりやすいポイントではあるかなと思います、うんうん、でもそんな中こうグロースさせるだとか商社といえばみたいな仕事って大体どのぐらいの年次からできるものなんですか。これはですね、会社さんによって異なる部分ありますし、部署によってもかなり異なるんですが、一般的には3年から5年ぐらい、いわゆるトレーディングぐらいで、うんうんうん、その後事業投資っていうようなイメージですかね。じゃあ基本的には新卒で入るとまず下積みはトレーディングでやることになるんですね。そうですね、うん、大きく当日の場合は特納部門と、まあ、バックオフィスです、ね、はい、と営業部門で2つに分かれていて、営業部門はゴリゴリトレーディングをすると、うんうん、やっぱり職納部門は早い年次からその事業投資の管轄だったりサポートだったりっていうことはあるケースですね、うんうんうん、ああなるほどね。でも実際じゃあ年次が上がってくると管轄とかサポートっていうわけではなくて事業投資の実務部門みたいなのがまたあって、そっちに移動していくって感じですか。そうですね、はい、企業投資をする先をソーシングして実際に相手先と交渉をして、まあ、それを成就させてさらにグロースまで持っていくと。その辺は一人でやるもんなんですか、やっぱり誰かと組んでやるもんなんですか。やはりチーム単位で少なくとも3人から5人の体制でやることが多いと思います、ね、基本総実の若手の人はみんな事業投資に行くことを目標に頑張るんですか。そうですね、やはり一番分かりやすいところではそういうふうに描くと思います。確かにその出世ルートというか、そうですね、は事業投資に行った方がそっちに当たりやすい。ええ、一方でトレーディングも踏んで事業投資に行ってない方とそのまま踏んで行かれた方とではまた違いがあるっていうのはあります、ね。一回トレーディングは経験しとくべき、私の考え方としては経験した方がいいかなとは思いますね。実際当日で社内出世してる人とか、あいつ幹部候補だよみたいな人は一回トレーディング踏んで事業投資部門に行ってるケースが多い。比較的多いですね。そうなんですね。最初3年から5年のトレーディングって総実さんだったらどういう業務するんですか。いわゆる輸出のビジネスと輸入のビジネスは大きくは2つに分かれますけれども、それを両方やるような人もいますし、もしくは日本を介さずとも三国間輸出入といって、まあ、海外だけでやるっていうようなそんなところもあります。食料品であったり、私だと金属資源っていうような分野、まあ、いろんな多岐にわたる業務。うんうん、じゃあ金属資源を担当するとしたら何していくんですか日々。例えば我々の部門でいくと石炭だったり、うん、まあ、そういったいわゆる資源に絡むようなところ、うん、そこに事業投資の権益が我々は持っているんですね。その権益から出てくるような石炭を輸入してきて、で国内の鉄鋼メーカーさんのために販売をすると、こんなようなところが一番メインになると思いますね。これって商社の仕事って何になるんですか仲介業務なので、私はどちらかというとこの右左でビジネス入る意味あるのかなって思った。はいはいはい、やはり言語の壁もありますし、その商習慣の壁っていうのも実務ベースでは大きくてですね、商社が入ることによって円滑に取引が流れるっていうのは大きいと思います。
です、うん、メーカーからしたら海外いろんなところにネットワークを持ってる人から安くていい石炭が入手できると思えばいいかもしれないですよね。まさに、うん、そこはコストとのバランスだと思います、うん、商社に手数料を抜かれるところと自分たちでやるときのメリデメだったり人件費どこまでかかるかみたいなのを考えたときに依頼して安いんだったら商社でいいよねっていう、うん、でも日々何するんですか。もうだって石炭ありますよ確かに石炭くださいっていうずっとこれをやるんですか。まさにその通りだ実際の業務はめちゃくちゃ地道で、そういうの聞きたいです。会先との契約だったりとか、契約書ももちろん法務部隊っていうのはいるんですけども、基本的には営業が一文字一文字読み込んで自分で把握してポイントは理解してで相手と交渉をしてというようなことをやって、それが仕入れ側と売り手側とどちらもあって、実際に物が流れてくると物流会社さんとのやり取りをして本当に届いてるかどうか見下ろしの確認をして、その時必要であれば現地に確認していくと、そんなような地道な作業だったんです。この石炭がいいとかなんか見たりしてこれがいいよみたいなことをみんなでやったりしてるんですか。ありますね。現地に出張に行って、はい、実際にどういったものが出てきているのかっていうのを自分の目で確かめて国内に持ち帰ってお話しするっていうことは多分あります、ね、まあ分かります石炭見てこの石炭はいいよ高く売れるとか全部一緒やんって思っちゃう。粗悪品だなとかで分かりますこれはまさに50代60代ぐらいのスペシャリストみたいな方いらっしゃるんですけど、はいはい、そういう方はこう舐めて分かるっていうそれはなんかすごいっすね。冗談でもありますけども、基本的には商社は一社だけで完結することはなくて、メーカーさんだったり検疫へ実際に面接している方々がいらっしゃいますので、その方々と一緒に協議をして自分の頭で理解をしてポイントをつかむっていうようなそんなところですね。売り先はどうやって見つけてるんですか。基本的にはどの商社さんも変わらないとは思うんですけども、いわゆる大手のところはもう既存のお客様で、特に金属資源分野はそうなるかなと思います、うん、もうどこも入ってるっていう状況じゃないですか。そんな中で双日さんのプライオリティというか、どこに価値を感じてもらって他の競合他社に勝っていくものなんですか。そういう意味ではこれまでは例えば石炭だけを下ろしていたものを、全然違うかけ離れますけども、食料品なんかをまた新たに売り先さんが展開したいと、はいはいはい、そういう時に我々がそれでは我々の舞台で食料があるんでそこから持ってきますよと、うん、っていうことでセットで販売するっていうような、うん、そんな考え方が、その話で言ったら大手総合商社なんて何でもかんでも取り扱ってるじゃないですか。伊藤忠さんも同じことやってきません。その通りです。それどうするんですか。もう担当ベースですね。担当ベース、ーもうよくある人間力の戦いみたいな、ま、そこは力量発揮されるわけですね。まさに個人の力ですね。シンプルに価格の戦いとかそういう話じゃないですか。価格もちろんクオリティだったり、その仕入れ先の見極めっていうところももちろんありますけども、うん、ほとんどそれはどこの商社さんも変わらないので、そうですよね、まあ、下げて下げて下げてやってたら行き着くとこって大体一緒ですよね。なので全然他の担当者さんが持ってないような目線で話をして、実際にそのビジネスにつなげられるかどうか、もしくはガチンコで競合して推しで営業力で掴んでいくっていうようなパターンもあります、ね、ぶっちゃけどっちが多いですか。トレーディングに配属されるってなったら3年目5年目って言うて、まあまだまだ若手じゃないですか、はい、そんなビジネスに資するアイデアを出せるかっていうと、まあ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 言うてねっていう感じだと思うんですよ、うん、ってなってくると接待だったりとか可愛がってもらうみたいなウェイトの方が大きいんですか。大きいです。かなり大きいと思います。はい。その辺って何するんですか私がいた時代とはだいぶ変わってきてるとは思うんですけども、はい、いわゆる接待っていうところは、まあ、会食をさせていただいて、うん、その中で情報交換をさせていただくというところですね、うん、会食の相手は事業会社の例えば部長さんだったりとか、はい、社層みたいな、そういう人になってくるんですか。そうですね、どちらかというと決裁権限を持たれている方が多いと、うんうん、どう喜ばせたんですかその人たちを。いやそこそういうの気になるんですね楽しい話として持ち上げられるようなベタベタに接待をしてっていうようなイメージではなくて、どちらかというとビジネスライクに相手が欲している情報をちゃんと提供できるかどうかっていうのが一番重要だと。ほー、そんな真面目な実は本当ですか。本当ですか。なんか呼んだら来る女の子リストみたいなのとかは用意してないんですか。任せてくださいよとかやって言って、うん、それは全然プライベートの方でだと思いますね。超そんななんか楽しい接待ではないです、うん、楽しい接待ではないですね。本当にビジネスの一環として、うんうんうん、しっかりもちろんお金を使う場合は上長に承認を得ますので、そこに費用対効果に見合った接待をしてくれるというのはまあ当然のところです。カラオケとか行って裸踊りとかしないんですか。それもありました。ありました。あるんだ。あるんだ。さっきの話なんですけど、それこそ客が知りたい情報みたいな提供できる範囲なんて限られてるじゃないですか、うん、そんな話だけでこう持ちますっていうか、お客さんって何欲しがってるんですか。
その接待の場で。一番ベースとしては自分たちで知り得ない情報、そので海外にある情報だったりっていうのは掴みづらいところではありますので、まあ、そこを正確にお伝えするっていうのは一番大きなところですね。もう一つはその情報の内容というよりは情報の伝え方ですね。単純に一時情報として取っていたとしても、その情報を持って何をしたいのかと、我々自身もそうですし、相手様に対しても相手がどういうメリットが得られるようなものなのかという伝え方が重要だと思います。金属資源ってどういう話されたんですか？なんか今までこういうことを考えてこういう話したなみたいな。私どちらかというと新規のビジネスを作るというところで、具体的に申し上げると金属 3D プリンターというものをやっていたんですけども、もちろん金属 3D プリンターっていうのはすごい新しい技術なので、その 3D プリンターをまだ導入されてない方々にはまず一般的にはこういうものなんですと、これを使うと御社のビジネスはこういうふうにグロスしますよねっていうようなところですか。これを接待の場で話すんですか？そうですね、はい、プレゼンみたいな、なんか海外の競合他社だとこういう事例が出ててとか、こういうものも作れるようになったらしいっすよみたいな、で御社に展開したらこうで利益こうなりますよねみたいな。じゃあそれが基本的なトレーディングのみんなやること。あとはまあ日々の雑務ベース、さっき言った契約書のとか、ね、契約書のなんて何チェックするんですか？チェックする項目っていうのは大体ポイントを決まっててですね、まあ、そのポイントを洗っていくっていう作業なんですけども、大体若手がやりますんで、もうそのポイントも把握できてないような若手がまず見てレビューをして上司に伝えて、それは全然違うよと、こうこうこうなんだよっていうポイントをすり合わせてるような、そんな感じですかね。商社との契約のポイントで見なきゃいけない項目って何があるんですか？まあ、例えば契約の期間だったりとか、その期間の中で実際に我々で提供しないといけないこと、もしくは向こうから提供されるものっていった、結構具体的な。ちなみになんかそういう地道な仕事をやってて求められてるなって思ったスキルというか、なんか素養っていうと、なんかどういうところにありました？当初まあよく言われるかもしれないですけども、一般的にはジェネラリストが欲されてて、うん、フォーム、会計、経理、この辺の知識というのは絶対必要で、特にそれを社外に対してもそうですけども、社内向けではリスク管理っていうような観点で、まあ、本当に様々な観点でポイントを押さえていかないといけないっていうのは。じゃあある程度こうやっぱ容量が良くないと商社の仕事でなかなか進まないって感じですか？そうですね、はい、効率重視な部分は大きいです。トレーディングっておもろいですか？私はどちらかというと面白かったですかね。どの辺がおもろいですか、トレーディングって？裁量権を持って動かせるっていうのはトレーディングの良さで、個人商店のように一人で一つの商材を担当して、そのビジネスを自分で作っていくっていう感覚が非常に面白いと思います。確かに、これは普通の会社員じゃできないことですよ ね。個人商店みたいな感じで一人の決裁権結構あるもんなんですか？商材によってかなり違うものの、ある一定程度まではかなり権限はあると思います。例えばじゃあ総実さん その金属資源の分野だったら、求められている役割と自分の決裁権限みたいなのってどこら辺まであるもんですか？かなり言いづらい部分あるんですが、すごく明確に決裁権限っていうのは金額ベースで決まっていて、その金額に合うレベルであれば自分の決裁でいきますし、上長の決裁が必要なカテゴリーであれば上長の決裁が合うというところですね。当日だから決裁権があるみたいなのはやっぱあるんですか？あると思います。その商社さんごとによって決裁権限ランク違ってくると思います。じゃあまあさっきの話じゃないですけど、プロジェクト規模が大きいのは総合大手とかだけれども、もう少し小さくて良ければ自分の決裁権限でゴリゴリ進めたい人は総実さんのような方が面白いって感じることが。比較的そうだと思いますね。総実としてもやはり会社としては大きなビジネスを狙ってますんで、トレーディングで何かビジネスの種を見つけろと、その種をより大きくするために事業投資っていう形で、まあ、それをチームとして取り組んでいきますので、その部分ではエンジだったりこうランクが上がらないと決済がないっていうのは、まあ、変わらないから。じゃあ本当におもろいことをするには年次を上げろと。そう思います。はい、年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。